はい、どうも、こんにちは。これは何ですか？モネちゃんは本出すんですかね？学びの秘訣っていう NHK 出版のやつでインタビューを受けてるんですよね。今も続けている学びって何ですかってモネちゃんに聞いたら、実は趣味を勉強も続けることが苦手なんだと。今でも続けてるものがあまりなくて、でも唯一挙げられた人は言葉の勉強をずっと続けていると。メキシコに行った時に外国語の表現の豊かさや自分の日本語の乏しさに気づいて述べり込んだと。で、日本語学校に通ってて、外国語が別に必要じゃなかったんだけども、現地の子たちと喋りたいなって気持ちが、もうすごく強くなって喋るようにした。ただ、覚えなきゃというよりも話したいって気持ちが強かった。脳が17年頃だったことも手伝ってぐんぐん吸収できて、だからああやってね、英語とか、いろんな言葉が、スペイン語とかもできるってことですね。家族の中で一番聞き取りが得意でした。ある時、ドライブスルーでの早口のスペイン語を聞き取れた私が、話の内容に家族に説明したらびっくりされたと。実は、机に向かって勉強は得意ではなくて、洋楽の歌詞を見ながらなんていうのが、なんていうのか調べたり、英語のセリフと字幕を比べて話し方を知ったりなど、興味のある題材と耳と文字で一緒に覚えるのが好きですね。これはね、よくありますよね。なんか僕も自分の会社ですと、やっぱり、洋楽も売ったりしてたんですけど、それの担当の人間が英語喋れるんですけど、一回もアメリカ行ったことないんですよ。でも、外人さんと交渉して、外国のライセンスを持って売って契約書まで見れるんですよ。で、そいつなんでそんなに英語できるのかなって言ったら、まあ、ニルバーナってバンドがいるんですけど、ニルバーナが好きで、ニルバーナの歌詞をちゃんと聞いて、やったら英語覚えちゃったみたいなこと言ってましたね。例えばビートルズは構文のお手本みたいな曲がいくつもあって、文法の勉強になりましたとか言ってますね。まあ、ビートルズ好きだって言ってましたよね、モネちゃんはね。現在のお仕事でもそういうのは活かされてるかっていうと、リズメなところがあって、役に入る前に知識が欲しいと思い、役にまつわる本、いや、似たような世界観を持った本を何か一冊を読むと。何も知らずに台本を読むのと、知識や背景を知って台本を読むのでは、役への馴染み方と実感が全く変わりますね。役に対して心から納得してセリフを言いたくて。じゃあね、まさに、大河なんか、そうなんじゃないですかね。相当今勉強してるんじゃないですかね。徳川家とかね。あとそういうね、ゆかりの地とかそういうところにも、だから聖地みたいなところですね、行くんですね、モネちゃんもね。行きますと、行ったからといって明快な何かが分かるわけではないのですが、現地の水を飲んだり空気を吸ったり、その地を踏んだ事実を得ることで、少しでも役と自分が同じ道をたどっているという実感が欲しいんです。お守り代わりとしてと。だからやっぱりね、行動派なんですよね、モネちゃんってね。エッセイ集刊行、だから本出すんですね。執筆中とのことですが、読書の経験も執筆に生かされていますかと聞かれて、これ9月発刊予定なんですね、エッセイがね。本を読んで言葉を蓄えてきた自負のようなものもあります。そうね。モネちゃんの最近の言葉はね、本当に文学的ですよ。もともとこの言い回し素敵と思ったら次の日から使ってみる習慣がありましたが、最近はこういう文章の結び方は使えるかもなど、初めて書くことを意識した読み方もするようになりました。一つの読み方が増えた気がしていますと。お芝居も同じで、映画などを見ていると純粋に見れない自分がいて、ついに演技がうまいなとか、ここ大変だったろうななどと思ってしまったりとか。今やモネちゃんナレーションの仕事にも引っ張りだこですねっていうのに関して、当時はこんなにもナレーションのお仕事をすると想像もしていたかったので、その方はきっとそれを見越して、鹿児島出身の私のために用意してくれた。これは本をもらったんですね。で、日本語アクセント辞典っていうのを今でも見てると。それはで昔デビュー当時から私を見守ってくださった方が、事務所の人なのか。モネちゃんはきっとこれがすごく必要になるんじゃないかなって渡してくれた。鹿児島のイントネーションを感じることは少ないですが、今でも発見はありますかっていうと、何も疑わず話していたアクセントが辞書と違っていることはよくあります。大体のナレーションの現場にこの辞書があるので、その場でも読みますし、現場に行く前の段階でも読んで引っかかった言葉全部調べるようにしていますと。まあそんな感じなんですね。だから、まあ、もうトータル的に見ると、モネちゃん真面目です。めちゃくちゃ真面目な人だなと思います。で、話の内容がね、喋ってる内容がね、
すごくすんなり入ってくる感じですね。うん、なんかそう、なんか支離滅裂なところがない人だなって思います。な感じです。ではでは。